世界選手権にフランス代表として出場し、優勝2016年からはレッドブルエアレースワールドシリーズに参戦していた。メラニー・アストルはイングランドのラグビーでフランス人の母親とイギリス人の父親の間で生まれた。メラニーと彼女の両親は3歳の時にフランスへ引っ越した。非常に控えめな家庭環境で南部で育った。7歳の時、 彼の父親と一緒に航空ショーに行った。そこでメラニーはジェット戦闘機に乗って登る機会があった。彼女は写真や航空機のレコードを収集し始めた。彼の母方の祖父は元兵士で少女が同様に航空機の技術的特性を知って驚いた。後にテレビで映画トップガンを見て戦闘機のパイロットになるという夢を強くした。フランスの南部では モナコの学校に通っていたが、卒業する前に18歳の時に中退した。学生としてはかなりうまくやっていたが、すぐに彼女は教室に飽きてしまい、飛行機の夢をよく見ていた。彼女は戦闘機のパイロットになりたがっていたが、当時は軍に女性操縦士が一人しかいなかったため、すぐに落胆した。また彼女は数学と物理学の低得点ではこの夢は、 不可能だっただろうと話している。学校を去ると彼女はガソリンスタンドで働く仕事を見つけ一年後にマネージャーになった。彼女はこの仕事で7年間働いた。彼女は飛行レッスンを受けるため仕事でお金を貯めた。21歳でマイナーな飛行機のレッスンを始めた。この時彼女は最初のインストラクターローランギルに会った。彼は 彼女の才能をすぐに認めた人で職業的にキャリアを追求するように彼女を奨励した。彼女は飛行学校で無料で働き始め商用パイロットになるための標準的な必要量を満たすのに十分な無料レッスンを利用した。メラニーは常に財政的支援が不足していた。彼女の競争相手のほとんどはこの点で彼女に優位だったが、 これらの障害は彼女の成功能力を決して妨げなかった。彼女の最初の競技は2007年に行われ20人のうち6位にランクインした。彼女はその後フランスカップでの勝利を考えた。2008年から2009年の間彼女は彼女のスキルレベルを上げることに決めた。また飛行の様々な分野でボランティア活動をした。そして 飛行インストラクターになり、エナックスクールで仕事を得た。2010年、プロモーションクラスで競技に戻り、ノースカップとフランス選手権で優勝した。これらの勝利は彼女に、フランスの省庁による高レベルのスポーツ選手リストに登録される特権を与えた。そして権威あるフランス人エアロバティックチームの地位を与えた。2011年、 彼女は競技レベルを先に飛ばしたいと考えた。しかし、連盟の様々なマネージャーが、いつもの軌道にとって変わることへの自信を持っていないため、拘束された。彼女はその年を飛ぶことができなかった。2012年、ムードリー CAP10 の初心者の飛行機を用いて、競技に戻った。優れた訓練と飛行機を備えた二人の軍事パイロットに続いて3位で終えた。これにより、 彼女が国際的に競技する資格を持つアドバンストクラスに昇格することができた。2013年、彼女は最初の国際大会であるヨーロッパ先進選手権で50人のパイロットのうち9位で終えた。彼女はその競技会で最高ランクの女性であり、最低限のトレーニングで達成した。2014年、 ファイ極技飛行アドバンスト世界選手権で66人中7位となった。大会では機械的な故障が発生し、別のパイロットの飛行機を使わなければならなかった。大体機の飛行機の経験はなかったが、失格を避けるためにリスクを承知で飛行した。その後、エクセレンスクラスでフランスのタイトルを獲得した。2015年最高レベルのアンリミテッドクラスの資格を得た。 2016年、レッドブルエアレースワールドシリーズシュピールベルク大会から初の女性パイロットとしてチャレンジャークラスに出場を果たす。これまでのところ、彼女は5回のフランスチャンピオンである。欧州及び世界レベルで上位10位にランクインし、フランスのチームウェイを獲得した。BMW フランスの大使に任命されている。2019年のレッドブルエアレース終了後、 2022年開幕のワールドチャンピオンシップエアレースにもレースパイロットとして参加日行キャン、中止 DNP、不参加 DNF、途中期権 DSQ、失格。ありがとうございます。